こんにちは、ワクセルのミキです。この番組ではワクセルのコラボレーターや特別ゲストをお招きしてお話を伺っていきます。本日はワクセルの総合プロデューサーの住谷さんとお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でも今日実はお伝えしたいことが。はい、何ですか？コラボレーターが1000人達成しました。やったやったそれは嬉しいねえ。嬉しい。すごいですね。2021年の1月からワクセルが本格始動して、そっからコラボレーター募集してもう1000名って、ね、嬉しいですね。嬉しいですね、はい、そんな中でもです、はい、今日はご紹介したい方がいらっしゃいます。はい、はい、布団巻きの二郎株式会社代表取締役森下洋次郎様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、なんかもうすごいですね。格好素敵ですね。ありがとうございます、はい、なんかもう T シャツとかもものすごい、なんかこう、それってあれですか、会社の何かこう、そうですね、あの布団巻きの二郎という会社やってまして、はい、布団を巻いて洗うこの渦巻きのですね、はい、洗濯の世界観をフロントにデザインして、バックはこのロゴで、かっこいい、かっこいい、はい、まとめさせていただいてます。めちゃくちゃかっこいいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、でも早速お伺いしたいんですけど、はい、その奈良県でお生まれになって、まあ、その後鹿児島にこう寮生活っていう風に行かれたっていうんですけど、はい、うん、この時はこうどういった理由でその鹿児島にこう行かれたっていうのはどういうことですかね。あの関西の学校に結構いろいろ受験合格することができたんですけれども、うん、まあ、それにこう波に乗った父親が鹿児島の進学校でラサール学園っていうのがありまして、ラサールにちょっと受験してみろって話になって受かってしまってですね、はい、それで、まあ、受かったはいいんですけれども、実際この寮生活っていうのをあまり分かってなくてですね、はい、はい、行ってみたっていう、まあ、こういう経緯ですね。寮生活はどんな感じだったんですか？一言で言うと、もう本当刑務所みたいなあの学校敷地内に寮があるんですよ。はいはい、寮に入ってみると、2段ベッドが4つボボンと置いてあって、しかも8人部屋で、あの先輩とミックス部屋なんですよ。でそれで僕のこう指定された部屋に行ってみると、新人なのですごいジロジロ見られるわけじゃないですか、はい、なんとなく体もでかい先輩たちが多いし、はい、男子寮だし、本当敷地の中の寮なんで、本当に刑務所みたいな6年間を過ごしておりました。すごい、はい、でその後、慶応大学に入られたっていうことですね。はい、で卒業して、留学されたんですか？あ、そうですね、まあ、ラサールの頃からちょっとお話させていただくと、はい、結構進学校なんですけれども、お話したいのと田舎なんでですね、はい、あのやることがなくて意外とスポーツ盛んだったんですよ、はい、で僕はサッカー部、当時 J リーグが始まった時だったので、はい、サッカーに結構のめり込んで、はい、早稲田と慶応だったらサッカー結構強いよねっていうところで。なるほど、はい、で必死にあの推薦がかかるわけでもなかったので、はい、受験勉強して、うん、で慶応大学だけギリギリ受かったんですよね。いや、すごい。で、ずっとこのサッカー部に入ってですね、大学でサッカーの道に行きたいなって思っていたんですけれども、はい、やっぱりこう J リーグブームになって、やっぱりもう J リーガーなれるわけでもなく、はい、2部3部でもいいから J リーグの道に行きたいなと思ったんですけれども、ちょっと断念しちゃったって経緯があって、なるほど。で結果その就職留年することになって、就職氷河期の時代っていうのもあって。そうなんですね。その時に、まあ、みんな同級生たちは先にこう卒業していきますので、はい、やっぱりちょっとそろそろ勉強しようかなって慶応大学は SFC っていう湘南藤沢キャンパスっていうのがありまして、はい、で僕の時代ですと竹中平蔵先生とか、いらっしゃいました、ね、本当に優秀な先生たちが集まる学部だったんですよ、はい、でそこに潜り込んでいって、はい、で結構その SFC ってこの IT とかを学べる、うん、はい、学部ですよね、はい、でそこに行ってると、まあ、どうやらこの IT っていうのはアメリカによって生まれてるものなんだなってことに気づきまして。なるほど。でアメリカに渡らなきゃいけないっていう思いがありました。かっこいい、はい、それでちょうどまあ当時アメリカはシリコンバレーっていうのがサンフランシスコにあって、はい、シリコンアレーっていう、まあ、呼び名ですかね、うん、それがニューヨークにあったので、まあ、それをの都市に行って、実際にこうインターンシップをするっていう体験をさせていただいたっていう、はい、
でそこから世界最大手の会計事務所に入られたってことですか？そうですね、本当に初めてのアメリカだったので、はい、本当に眩しかったんですよ。いいな。あのサンフランシスコも本当にこうスタンフォード大学とかもあって、うん、のびのびとした、うん、本当にこう素晴らしい自然の中で学生たちが勉強していて、うん、でまたニューヨークに行ったらマンハッタンとかこの五番街とかを初めて経験して、うん、めちゃくちゃかっこいいなっていう憧れがあって、まあ、就職するならやっぱりこの外資系の会社なのかなっていうところで、はい、で当時ちょうどこのプライスウォーターハウスが、実はあのアメリカで働く研修制度っていうのがあったんですよ。はい、はい、3ヶ月間フロリダのタンパっていう町で研修できるんですよね。まだ新人の何も分かってない、うん、また研修がすごいバブリーな研修で、はい、今だと信じられないんですけれども、はい、結構こう会計事務所コンサルティングファームってそういうところにお金かけるので、でっかいこのゴルフ場みたいなところでプライスウォーターハウスの施設があって、はい、とっても贅沢な環境で、はい、すごい、その話を聞いてたんで、はい、ここしかないなと思って入社を決めてしたんですけれども、はい、まあ、このプログラム僕の代で終わったそうです。ギリギリセーフだったんですよね。すごいちゃんと落ち葉についてね。そこからもう起業しようっていうふうに思われたんですか？あ、そうですね、プライスウォーターハウス自体やっぱ会社もすごく素晴らしくて、研修制度も素晴らしくて、評価制度とかさらにも悪くはなかったんですけれども、うん、やっぱりこのすごい大きな歯車に自分がいるんだなってことに気づかされたんですよね。自分がいなくなってもこのプロジェクト普通に回っていくだろうなって常々思ってたんですよね。まあ、すごい悔しいことであったんですけれども、はい、でそこで感じたのがやっぱりこの大きな歯車の中の一つでいるよりは小さくでもいいから自分の歯車を作りたい。で、僕の世代でも、グリーとかミクシーって SNS が結構出始めていて、懐かしいですね、はい、で彼らがミリオネアになっていった時代だったんですよね、はい、うん、もうこれ IT しかないなと、はい、そうだ、はい、いう波に便乗してですね僕も起業させていただいたっていう、これがバズー株式会社っていう、はい、うん、それでその後、まあ、経営をされていって、はい、で次はもう大学の、ね、客員教授。そうなんです。これはどうしてどういう経緯でなられたんですか？はい、あのとってもねエリート街道に見えるかもしれませんけども、見えてます、はい実態全然違ってですね、はい、まずバズ株式会社は、当時ガラケーの時代だったんですよ、まだ、はい、スマホが一切ない時代で、ガラケーサイトを作る会社を作ってたんですよね。で、メールと検索だなって思って、おー、メルケンっていうサービス作ったんですよこのサービスを作ってもう上場して当てに行くんだってことをやろうとしたんですけれども、はい、全く流行らなくてですね、このサービスが。なるほど。で、その後も次々といろんな新規事業と作っていくんですけれども、ことごとく失敗していくんですよ、うん、やっぱり自分自身が事業を伸ばすセンスもなくて才能もなくてことごとく失敗して、はい、で社員も結果的にこのリストラしたりとか、うん、大変残念な、まあ、苦しい経験をしたっていう経験がございました。はい、で、その中で、社員がどんどん離れていって、ある新入社員からこうリベンジブログみたいなことが書かれたことがあって、リベンジブログ、はい、要はうちの会社をディスるようなブログですよね。なるほど。で、このブログっていうのが結構当時のグノシーっていうアプリがあったんですけれども、懐かしい、このトップページにこう出まくって、もう1週間ぐらいかけてうちの会社がトップページでこのリベンジブログが書かれるってことにさらされてしまって、かなり炎上が起きちゃったんですよね。で当時三田にあった慶応大学のすぐ前ですね、はい、森ビルに結構かっこいいオフィス作ってたんですけれども、はい、内装費で5000万かけて作ったオフィスを、まあ、このリストラとかを機に約1年で閉じて、はい、で1000万ぐらい の, この現状回復とかをかけて、うん、まあ、オフィスに一人残されて、でさらにこのリベンジブログ の, このクレーム電話が殺到することを一人で受けてたんですよね。そんな時代があったんですね、はい、
で、かなりこうどん底だなと思って、自分自身結構ブログが好きだったんで、はい、自分のこの失敗談を体験だとしてまとめようってことを考えたんですよ。すごい。はい。もう赤裸々に、もう自分の将来の自分のためにこう書いておこうと思って、はい、でそしたら、このブログが結構バズってくれたんですよ。すごい。赤裸々生々すぎるみたいな話でですね。すごい。で、そのブログを、読んでくれた、立命館の方から連絡をいただいて、はい、そこからですか？そうです、うん、それで、森下さんのこの失敗体験を学生のみんなに語ってくれと、うん、で立命館さんから、はい、で日本国家としてもこういうグローバルリーダーを作るには国家予算を投じようっていう動きがあったんですよ。で立命館としてはそのノウハウがないから、森下さん手伝ってくれないかって話、うん、よし来たと。すごい。はい、で、この、自由大学って結構立命館微妙なラインなんですよ。東大、京大、国公立が大体決まって、うんうんはい、立命館結構ギリギリのラインだったんですけれども、うん、このプレゼン結構僕も応援して通すことができて、うわぁ。その結果、客員教授、はい、に就任させていただいたっていう。うわぁ、はい。でもその失敗談とか、うん、今では笑い話だとは思うんですけど、はい、やっぱ失敗した時ってすごいこう落ち込むことだったりとかあったと思うんですけど、はい、どう乗り越えてきたんですかね。なんか本当にもう周りが僕の周りって本当に成功する起業家が多くて、大体みんなミリオネアになってったっていう起業家ばかりだったので、はい。なんか、でも気づけば、ラサールにいた時とかも、自分ってすごい成績がめちゃくちゃ低かったんですよ。ある程度この優秀な人間の中のコミュニティには属すんですけれども、自分っていつも下の方だなっていうのがあって、まあ、その中に特にリストラやっぱり結構きつい経験ではあったんですけれども、逆に言うとこれ以下ってあんまりないのかなって思って、まあブログを書いてみたら、結果的にこう立命館から声掛けいただいて、やっぱり諦めないことかなっていうのを一つ、はい、すごいですね。いや特にかつすごく謙虚に語られる姿勢が謙虚かどうかわかんないですけど、もうなんか常になんか目がハートになってますよね。バレました。いや